さあ始まりました、ウイチの江戸川ナイス。始まりました江戸川ナイス。今回は新年一発目の収録、 G3 江戸川女王決定戦キリンカップの後半戦でございます、はいはい。さあ前半僕のみ当たりまして 4-2 でなんと満州もあったりして上々の滑り出した。素晴らしい、羨ましい。で2人がお互い坊主、新年坊主です。頑張って、はい、ちょっとね、一発目ということで締めくくりたいと思ってますんで、はい、レディースですけど、いけるかな。まあ早いです。俺がなんかこう次何言うかなと思って。ちょっと早かったかな。もうちょっと考えたら、もうちょっと考えたら行きます。あと1秒ぐらい。ああ、はい、なるほどね。はい。笑ってらっしゃい。おお。浦安。浦安焼きモンブラン。焼きモンブラン。名物になりかけてます。お、若手の A2 みたいな。今期 A2 に上がった22歳ぐらいの。あ、栗が見えますね、やっぱり。あ、これ、うん、いやいや、食べてください。いただきます。栗が1個入ってて、あ、なチーズが入ってる、ちょっとチーズ、うん、あ、おいしい。ちょっとね、意外な味、絶対入ってるチーズ。ゆうじさん、よく分かりましたね。入ってない、入ってへんだ、うん。じゃあいただきます。ちょうどここに栗があるのか、丸々こうやって入ってる。チーズ、チーズ来るぞ。これ栗の味だよな。僕は鼻詰まってて分かんないです。多分そのチーズってこの栗の味だと思います。舌がバカなのは何でも大体美味しいっていうあれだから、何の味かは分かるの。いや、今来ました。チーズ味しないです。それさ、分かった。 栗の時食べたらちょっとほのかに言いたいこと分かったんで、違うところ。いやいや、しないです。しないしない、レベルしない、うん、結果しないですよ、うん。チーズ、まあ、味はちょっとしない。あ、ちょっとチーズの味する、ほんのり。間違いないですか。はい、第9レース僕の予想はこちらです。1号艇の、岩崎選手、は信頼ということで、さあ 2,3 着をどうしようかってなった時にですね、この中ではすごい人気を落としてるんですよね、3号艇の清野選手。ここ面白いなと思ってて、あのこの水面はやっぱり江戸川を走り慣れた選手の方がいいような気がするので、相手の筆頭に入れて3-1-3-1-3という買い方をしてみたいなと思います。どうですか。14頭だけど、14頭、はい、15をして、なるほどなるほど、はい、そうですね、はい、この前が良すぎたって、14-0の1-2-4-2-4の4-1-0、ちょっと軽めに、もう少し上着を狙ってという、はい、うん、これ1000じゃなくて500円でもいい気がするけどな、はい、なんかちょっと安めに買うしかねえな。俺もう全く見えてこないんで、全く見えてこない。これだと思います、はい。2号艇の西橋選手が初日に6コースから鬼のようにキレキレのまくり差しを決めたんですけれどもね、外に1個外にいる清野選手の成績が芳しくない。4号艇の堀之内選手も2
着どうかなぐらいになると 1,2,2,1 あるかなというところですね。ただ、一番人気が確か 1,2,4 で今8倍切ってるぐらいなのでちょっときついというのでこれ以上増やせなかったです、買い目が。はい、言った通りちょっと広くなりそうで分からなかったんで 1,2,2,1 だけにしときました。もうね、なんか誰が抜けてるという感じもないんですよ。だからといって切っていいのかなという選手ばっかりという感じで、はい、こんな感じです。1,3,2,1,3,4 だけは本戦、まあ、どれが来ても一応プラスにはなるようになってますので、まあ、ここは3号艇の末野選手がどうなるかということだけだと思います。楽しみ。ようやく当たったかな。はい、1,2,4,2,4 1,4,0 4,1,0。これまで100円落としたのと1,000円買ったけど、これを500円にした。当たんねえから。西橋さん初日のまくり出しは良かったけどねっていう、まだちょっと不安があるんだよね。そう言いながら俺は2,1も買った。岩崎さん大丈夫だよね。よし、これはあるぞ。清野さんが壁になってる。この壁を生かして1が膨らむところを。あ、ないないない、そうだ、ナイス。刺さってんの。かかれ、あぁ、やべ、茅山さんが来た。茅山さんやめてよ。先行かれたらもうないよ。あれ、オーケー、ナイスだ。いけいけいけ。あー、惜しい。頑張れ。結局1,2,4じゃん。本当に画見るとこなんだよ。ここ一番人気ですもんね。むしろ1,4まであるのか。あー、さすがにそこは。いやー、夢はあったな。1マークまで面白かったな。1,2,4 から変わるとしたら2がへくる以外ないもん。ワンチャンないか、きついな。茅山さん、こうなると頑張ってほしい。無理よね。なんか、あー、ないね。紙。1の夢がちょっと見えたね。あの1マークも2マークもありました。2マークなんてすごかったですね、あれ。西橋選手はちょっと注目だな。似ちゃったね。東京チューリップローズ、多分俺が分かった、あの新幹線の東京駅出てそのまま JR に乗り換えるときに右に曲がるんだけど、すぐそこにあるのがこれだと思うんだよな。ちょっとこれかしらね。いただいてみます。なんかシャレオツな感じの。チョコ。はい、チョコ。今チョコって書いてあった。ああ、おいしい。うめえよ。あ、おいしい。ほのかに香るローズ。あ、香りもいい。香りもおいしい。ああ、そうそうそう、やっぱこれだ。いつ見ても何も売ってねえの。
あ、たまに売ってるんですか。またこれ女性が好きそうですね、写真に撮ったりして。現地放送では、わあ、美味しそう。どうやって食べるの。視野で足がしっかりしている選手をスタッフしてください。やるわけないでしょ、そんな。いただきも。それではここからは停止情報をお伝えしてまいります。この中列からお出選手を中枠の2人、ちょっとね、巻き上めちゃめちゃ飛び散りますよ、はい、食べ方間違いない、まず平田さん、はい、うめ、大野志口選手の話聞きまして、はい、回ったところでの直線からの、ね、直線に行って話をしてたんですけれども、うん、やはり間違いないと思います、直線。これね、予想の時点ではこう書いてんですけど、134が現状 6.2 倍、143が 8.4 倍なんですよ。だからもうとてもじゃないけど全部買ってらんないのね。ただ136、146だけはつくからな、思い切っちゃおうかな。ちょっともう悩みすぎておかしくなりそうなので、ついてる割に6の3着これ全然あるぞという感じなんで、こっちにします。はい、はい、第10レース僕の予想はこちらです。ね、津田選手をあえて2着にこうスケベ買い、こういうのやって今までいいこと一つもないんだけど、誰かにやられるんじゃないかっていう気持ちがあるんですよね。まあ2号艇の鈴木選手、3号艇平田選手ともにね、ちょっとスタート後者なので、まあ逆に言えばスタートさえ決めたらいい壁になっちゃうんで、2と3が逃げ切られることは十分にあります。というかそっちがあれなんですけど、こういうのを当てていかないといけないので。まあ筋はどうなんすか。1頭2頭やったらいいですよね。2頭もめちゃめちゃついてますよ。はい、3443前134 346、さっき押さえた分でちょっとこっちにやってみましたが、これです。134 34 43 16、これ満州お守り。てかお守りないんですかって聞かれたから、ないですって言ったけど、なんかないですかって言われたから、じゃあ16で、16でって言った手前、なんか俺も買わないわけいかないから、買いました。外れたら請求しようと思います。調子が比較的良さげだった平田選手からの一発を期待しての3146146、それからインが逃げた時は、これもまた絞りづらかったんで、旅行手の渋田選手が3着に入ってくれるんじゃないかという106を買いました。そうですね、234の2着1の234で、3着に6は渋田さんは外すなので入れました。6号艇の渋田さんの3着ってマジありますかね。全然切れる感じではないもんね、成績的に。お守りで16全買いました。あ、全満だったんだ最初ね。 6全まで行こうとした。6頭までさすがにやめた。やりすぎ。おい渋田さん嘘だろ。ほらまくりけまくりけ。リーチなってないのこれで。いやなってないのか。お、あそっち行ってる。まくり行かないのあれ。いや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 。行かないのあれ。3番手、3番手、3番手、4番手と並んでいまして、点数は2周の1番手です。3番手内側から4号艇の樋口が先の点球外に行っていきます。よし来い。内側からは6号艇の渋田が点が進んでいます。あれが全然刺さってないんだよな。ある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 。入れ入れ。16までないからなんだな。よしよしよし。ナイスプレス。
ナイスなんだけどな。いや今良かったけどな。もう一発ない？これなんか。いや、ナイスターンよ、ナイスターンよ。伸びてこない、伸びてこない。あー、ちょっと厳しいか。ハイパーターン出ればあるよ。あー、もたつ。しかし、あれもう平田の一まくりみたいに見えたけどね。あ、やっぱついてんだよ。1830円は1、2、2社ついてるよ。3連勝短縮、うん、1番、2番、3番、1800。はい、第11レースですか。こちらです。11レースですか、本当にもう。うん、大谷選手、後手の大谷選手が誰かにやられると思うんですよね。もう本当に足がいまいちとコメントに残しているように、確かに良くなさそう。大谷選手らしからぬ着を残しているので、2の差し、さっきの鈴木選手も一瞬差しが決まったかのように見えるような、ね、展開だったので、2、3の1の前で、もう一つ藤原選手が、まあ、人をまくり、思いっきりうちを飲み込んでまくるような形になった時、普通は4号艇の土屋選手入れるんですけど、あえて後輩とを狙うために3から5、6っていうその外を狙いました。思い切り思い切り、うん、でもう呆れてきて、松井が3、4だって結構な配当になるんじゃないか。いい、3、4いらない。3、4は今日やっぱもう水面が穏やかすぎて非常に硬いです。で、3号艇に藤原夏樹選手がいるし調子も悪くないんですけど、今日3の2着の目はね、明らかにないんだよね。だから1234と1423、このもう4点で大きめに入れようかなと思ってます。あれでも無茶しないでも今日逃げ切れんのか。いやでもここで3000ずつぐらい入れてやりたいよね、やりたいよね。よし、はい、2341、2345、安く広くってやつの34でお守り。これだったら300円とかで例えば買って広く買ったとしてもオッズ的には、4点に厚く入れるとか言ったんですけど、これです。おや、1000円、というのはですね、見れば見るほど2号艇の北津アンナ選手がへこみそうに見えてきて、スタートタイミングはまあ遅めなんですよ。3号艇の藤原選手は非常にスタートいいので、これあるんじゃねえかと思って31全を買っちゃったんだね。全然書いてないのに。で、今3、4回に行こうかなって3は死に目だってあれだけ言ったのに。はい、レース目来ました。ホールフル坊主の11レース。これがフル坊ちゃん、はい、フル坊ちゃんどうなの。はい、ウートニ選手の2着付けです。オッケー、あれが、あ、でも31買ってんだ。そう、でも31安いんですよね。31はね、はい、5、6だけついてる。あ、僕3から5、6ってのを買いました。と、本当は4入れたかったんですけど、3、4入れてないんだ。そうなんですよ、ひとまくりした時にその1個外って来ないんですよね、江戸川ではなかなか。あ、3、4とかこう詰まる感じになっちゃって外バーって流れちゃって。2、3とかでもあると思う。差しとまくりの2、3か。ああ、なるほど、こう分かれていくような位置を。ああ、確かに直まくりについていく感じはあんまりない。ないですよね、綺麗なしごろみたいのって江戸川ないんで。まあ、土屋さん、まあ、最近ね、伸びてるいい選手なんですけど、土屋みなみさん、ただ後輩等を狙いに行ったんでこれになっちゃいました。自分の都合。ただいま第11レースの。え、取ってないこれまだ。嘘。切らせていただきました。宣言通り2341、2345、34前。10レース
1234、結果1逃げちゃった場合さっきからつまんねえなって、1マーク1マークでもうあとこうずっと立ってるだけだから、もう1に変えました。1さんは変えませんでした。俺のその死に目だと思ってる今日の3号艇3コースがこれで来るようだと実は困るんだよね。こんだけ調子の良さそうな3号艇の選手でもっていうのが納得したい。そう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 。さあ、いった、やっぱり行くんだ。さあ、俺は行くだろう、間違いなく。さあ、行った。そしたら5行った、2段で逃げてた。よしよしよし、楽しいぞ。やっぱり死に目だ。楽しいぞ、これは。兄ちゃんに、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 兄ちゃんに。4は、4は安い。それはやばい、24はあかん。いや、1でしょ。違う違う違う、214は嫌だな。え、2じゃない。あ、やるけど安い。安い。いや、いや、安くないか、3よりいいか。3よりいい。でも300円しか持ってねえんだよな。俺も。よし、おい、6来い。いや、6は、いやなんかちょっと嬉しいわ、外れてんのに。いや、まだ分からん。いや、1の方いらなかったのか。いやー、みなみちゃんの方が出てるもんな。おいおいおい、待って、刺されるってあれ。よし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 、これはリーチができたでしょ。いや、当たった、当たりました。これいらんかった。あわよくは武藤さん1の2着付け。ほんとしたじゃん。ズランナ、ズランナ頼むぞ。これガミってるとか見てよ。さあ、それはないよ、ガミは。いや、僕1、2を買っちゃったんで。いや、俺だって3、5、6とか。いや、こっち500円いけやがったな。ズランナ、ありがとう。間違いでここが入ったらもう負けちゃったんで。大丈夫だよ。あ、黒沢さん、突っ込め。ズランナ、ありがとう、ありがとう。くぅ、1、2の方いらなかったか。これ1、2買わなかったらかっこよかったな。まあ、オッケーオッケーオッケー、やっと当たりました。よしよしよし、とりあえずね、フル坊主にはならない、俺は。もう今年は、まあいいでしょう。結果やっぱり3が死に目だったっていう。あ、いい勉強になりました。じゃあもう12レースはいらない。いらない。ここで3、1、3とか3ホニャはいらないと思うよ。実際ちょっと覗いてて仕掛けてダメでしたもんね。さあ、11レースの結果、あれだけまた行けそうだった藤原選手がおそらくトップスタートでまくりを仕掛けて決まらなかったどころか3着にすら入れなかった。もう僕の中でやはり今日は3は完全にデス目だということで、このレースも見れば見るほど1331を買いたくなるんですが、1221行きまして、そして中北選手がここも今日の流れではまああったら14だというふうに思いますんで、これをきっちり1000円で12点買って、でおそらく外れてもプラスフィニッシュだろうなという感じで終えたいと思います。はい、はい、はい、それでは順位レースの、はい、やっぱ節子さん、田口節子さん、逃げを信頼が本戦で、3着に倉持リリ選手をねつけた変則的なんですけど、1、2差しの6と、ちょっと折り返そうかな、ちょっとこう折り返しやるかもしれないです。でもう一つはですね、中北選手ですね、4号艇のスタート展示からもちょっと行く気満々、今節もスタート決まってて、さらに浜田選手、3号艇の浜田有沙選手がね、スタート、やっぱ控えめなっていう、可動受けで控えめだとなると怪しいところがあると、さらにね、まあ、宇一さん情報では3が怪しいというのもあって、ここはこういった買い目になりました。
終了で閉鎖となります。チャートマライター乗車などを観察されるお客様は3アトマやっぱりね持つんだ。あとは6なお、頭は買った、はい、あら、はい、1,2,0 前もうこれずっと 1,2 目強いんで、もうここは 1,2,0 1,2,3 だけ押っつけて安いから1,000円だと、ここはねこうもうロングお守りよね。 4,5,6,0 6,4,0 からね、さらに守護も、今日もまた寒かったんですけど、200円いらないね、100円だね。こっちを生かしたいから、ここを200円で買っちゃうと地味にマイナスになる可能性があるから、はい、さらに冷え込むみたいな、うん、100円で買いましょう。これで当たったら、下もこのまま当たったら全部プラスになるはずなんで、はい、てか絶対プラスになります、100円で、はい。宣言通りやはり三ノ浜田選手が非常に良さそうであり、オール2連帯なんですが、今日はもう冬の1221祭りであるということはもうね、ようやく分かって12レースですんで、1221きっちり、ワンチャンあるとしたら14というね、これで3来たらもう本当笑うしかない。12前123前、ここでまくれるはず、もしかしたらチャラぐらいだと思う。だったらもう全部100円です、ド高いんで。4,5,6,0 6,4,0 シゴロボックス、もうここいるみたいな感じだったけど、ここだけで俺は勝負してます。本当は一応ね、お守りも当てたいんで、はい、まずはこれですね。6の3着付けと2着付け、田口さんの逃げと倉本さんの2、3着とか4頭かな。これは面白い。で最後ボードにはね3切ってたんですけど、切ったのは5だけ。頼む。平田さやか、藤原夏樹があれだけ覗いて攻めきれてない、あれを見ると浜田選手といえどもやはり絡めないです。さあ3つ目になるのか。中北さん行った、中北さん、うわー壁になった。おリリーリリー見つこい、かかんないで、かかんないで、よーしかかっちゃうね、かかんないで、かかんないけど、絶対だめ、かかっちゃう、かかんないで、かかんないで、お願い、切れて来い、あーし、うそー、よーし、かかんないで、こっからずっこし、あるあい、246でいいんじゃないの、5でもいいんじゃないの、3位が3位が、さあ6、絶好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 、こじるこじるこじる、そうそうそう、6、よし、あいや、ナイスだ、よし頑張れ、あれがね、かかってないの、あー惜しい惜しい、もう一回、いやーかかんないでよ、かかんない、惜しい、いやー使った3は安いのよね。そうですね、216だったら結構高かったですよ。そうなんだ、はい、あもうちょっとつくと思ったけどな。いやーもうちょっと悔しい最後、126見えただけにな。だって123でもいいんだもん俺。
結果僕はこれでプラスで終了という感じになりますね。悔しいな。素晴らしい。2万6000ぐらいマイナス。僕も3万ぐらいマイナス。1本ずつ2本です僕。あ、2本。僕は1本。まあでもやっぱり江戸川の清水面だと、うん、1221がやっぱりそうなんでしょうねっていうのが露骨に出た、うん、勉強になった。悔しいわ。逆にだから利用できる気がしてきたよ俺は。そうですね、これと同じような名前とか、うん、過去の成績でやっぱそういう上手い人が3号艇にいたりするときにそれでも1221で決まるっていう、うん、狙えるんじゃないかな。そうですね。ね、2年ぐらい経ってようやく見えてきましたけど、うん、いいヒントができましたね。そう、うん、やっと見つけましたね。2年目にしてヒントっつってるわ、ね、2年目とか 3年目ですよ。3年目です。3年目でヒントが見つかってきたヒントです。やっとなんかね、うん、あった光は見える、うん。絶対ダメだもん。やはり江戸川ナイス。よーし、興味あったなって面白いです。大丈夫。